はい、そしたら今回は高野葉ですね。高野葉の唐揚げやっていこうと思います。こちらも塩コショウを振ってるんで、ちょっとこれ骨ついてるんで後であげます。ではまた片栗粉をつけていきます。余分な粉を落として、こう全体に薄くですね、粉つけたら美味しく揚がるん でこんな感じでどんどん入れていきます。これは魚が多分このお鍋だったら1匹多分頑張ってもらったら入ると思うんで入れます。あまりお家だったら無理したらダメですよ。これあんまり温度一気に下がっちゃうんで、ここなんでもうちょっと皆さんにお伝えするということでほぼ無理やりいってるんで、はい、こんな感じですね。もう全部入れちゃいます。はい、以上です。さあ手を洗っていきます。高野葉なんですけども、やっぱりだいぶ大きめに切ってるんで、この辺だけひっついてないかよりだけちょっと隣とひっついてたら揚げ上がりがいまいち良くないんで、バラバラにして、でもあとはもうまた放置です。まだ音が変わってくるまで5分かからないぐらいですかね。 3,4 分放置してもらって、その間に周りの洗い物とかあれば片付けとくのが一番いいと思います。高野葉の唐揚げは なかなかやる人は少ないと思いますけど、冬とかだとお刺身とかお鍋とかしても美味しい魚なんで、もしかしたら合うかもしれない。唐揚げにして、どんな味付けはご自由にご家庭で好きな感じでやってもらうのがいいかなと思います。ちょっと夕ご飯の時間帯なんで僕らもお腹減ってきてますけど、後でこれ全部美味しくいただこうと思います。この辺はじゃあ高野葉とかも今のところやってるところはまあ無難ちゃ無難なんで、高野葉も多分唐揚げにしても匂いはそんなに、魚の匂いはタラとかもそうですけど、火で油で唐揚げとかにしたら意外と消えたりするんで、タラもあの口の独特の匂い揚げたら意外とあれなくなってるよっていうことはあるんで、もしかしたら高野葉はまあ大丈夫ですね。他の匂いのきつい魚やるときに美味しいと思います。もしかしたらこの感じで言ったらボラとかもちゃんとしたやつだったら美味しいかもしれないですね。はい、そこを塗ってる間にそれなりに揚がってきたらなんで、ちょっと揚げていこうかなと。もう多分この辺とかは全然できてるんですけど、この辺のちょっと大きく切った部分が回ってきてないんですけど、そうですね、いけてますね。さあこちらの方、ちょっとさっき揚げたやつわかんないんですけど、高野葉の唐揚げ、なかなか多分やる人いてないと思うんですけど、これで美味しかったらぜひぜひ、多分美味しいと思うんで、これまだちょっと浅いですけども、まあ、今回は早めに揚げて、こんな感じですね。はい、したらこちらで、高野葉の唐揚げですね、完成となります。以上です。